見える化ですかね。全てにおいてしっかりと可視化できるような考え方なので、その辺の違和感をもう完全に消し去る。この街に広告プランニング、ブランディング、ゲーム開発などを手掛ける株式会社オートクチュール代表中村真也。大手代理店や外資系企業を経て2011年起業、数字に強いクリエイター集団を目指している。クリエイティブを数値化するのってすっごく難しいと思うんですけど、ただそのデザイナーであればそこの部分は説明できないといけないところで、例えばここの部分なんで赤色にしたのかとか、なんでここの部分が四角じゃなくて丸なのか、デザイン部分ですねっていうところは、やっぱりデザイナー感覚で作っててもそんなに理由があると思うんですよ。例えば僕らがもうド素人ですけど、家を作って家を建ててくださいって言われると、僕らは大工でもない工務店でもないので作れないんですけど、じゃあその家の部分を分解していく、じゃあまず土地だよね、で、何ですかね、基礎がある必要だよね、でその次屋根があるよねって、この屋根の部分だったり柱の部分だったり、まあ、土地の部分っていうところ一つ一つ分解していくと、ここの数字っていうのが価値ですかね、柱一本いくらとか、屋根が瓦一つ何いくら、一枚いくらというのが見えてくるので、見える化ですかね。全てにおいてしっかりと可視化できるような考え方ですかね。ちょっとでもやっぱ見えない部分があると不安じゃないですか、でそこの部分の説明の部分もっていう、なのでその辺の違和感をもう完全に消し去る、そこの部分を勝負して分かりやすくしていくところがクリエイティブディレクターの仕事なのかなと思います。